どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、オープニングでもちょっと流したんですけど、髪の毛が切りにいけない方って結構今いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、髪の毛の量が多い方だったりとか癖で広がる方向けのボリュームダウンの方法、今日はご紹介していきたいと思います。まあ、次にちょっと行くまでいつになるか分かんないじゃないですか、美容院行くのが。なので、まあ、ちょっとこの方法、テクニックを使うと、ボリュームダウンして、髪の毛もちょっとサラサラに見えて、次まで、対処できるかなと、切り抜けれる方法になるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず、お風呂上がりの状態、濡れた状態ですね。で、しっかりとタオルドライで、まず水分を取っちゃいます。で、しっかりと取って、次にお使いの洗い流さないトリートメントで大丈夫なので、それを、全体的につけていきます。まず毛先中心につけて、で、表面にも軽くつけた状態にします。で、次にドライヤーをかけていきます。で、まず広がりやすいところ、髪の毛の量が多い方って多分ここの鉢周りと、あとこの襟足の部分、で、結構多分広がるかなと思うので、そこを中心にまず乾かしていきます。で、さっきまあ僕がやったんで上からちょっと乾かしたんですけど、皆さんは最初は、まあ前からバーッと乾かしてもらって、で、ある程度乾いてきたら、もう上からこう髪の毛を押さえるような感じに引っ張りながらとか、上からちょっとこう押さえつけるような感じでドライヤーで乾かすといいかなと思うので、自分で乾かすときは本当に前からバーッと乾かしてもらって、ある程度乾いたら上から乾かすようにしてください。で、ドライヤー乾かし終わって、でもやっぱりバッと広がってると思うんですよね。で、そう、まず、一つやり方としては、ここのボリュームが出てるところあるじゃないですか、膨らんでるところを手でぐっと根元を押さえるような感じ。言ったらこの広がってるところの根元を潰すような感じですよね、手で押さえて。まあそんなに強くいかなくてもいいんですけど、ちょっとこう、根元を押し潰すような感じのイメージで、で、この状態で上からドライヤーをかけます。このような感じで上からドライヤーを当てると、少しこの根元の部分ですね、根元がこう立ち上がっている髪の毛だったりとか、髪の毛が量が多い方とか、バッて広がるんですけど、ちょっとこれで収まります。で、こういう風にやってあげると少しボリュームダウンがするので、で、この後に軽くだけブラシを入れます。で、次にちょっとブラシを入れていくんですけど、本当に何でもいいです。これはちょっとロールブラシだったりとか、変な話、櫛とかでもいいですね。櫛とかでもいいんで、こう、とにかくちょっと溶かした状態でドライヤーを当てていきます。ちょっと自分でやるのは難しいかもしれないですけど、まず一回溶かすじゃないですか、ブラシとかで。で、溶かした状態で、ぐーっと一回溶かして、まあ、毛先の方でこう止めといていいので、この状態でもう一度ドライヤーをかけます。で、本当にこう、ブラシってこう、なんか内側から溶かす、入れるっていうイメージがあると思うんですけど、本当に上から、
ブラシで溶かして、櫛とかでもいいです。溶かして、溶かした状態の上からドライヤーを当てる。そうすることによって、また根元もちょっとボリュームダウンするし、毛先の方までボリュームダウンして、なおかつツヤが出ます。なので、ブラシだったりとか櫛で溶かして、毛先の方で一回止めてからドライヤーで上から当ててあげる。これで、大体のボリュームが収まって、あとツヤが出て、ちょっとサラッと見えます。で、ドライヤーを当てて、で、その後にもう一手間やってください。ちょっとめんどくさいんですけど、もう一回ちょっとブラシでちょっと軽くだけ溶かして。で、次に、冷風です。冷風で上から全体的にかけます。で、これをやることによって髪の毛のキューティクルが引き締まるので、変な話、これを夜、ここまでの工程をやってあげると、朝起きた時に寝癖つきづらいです。で、朝この工程をやるって方は、変な話、夜まで結構このサラサラした感じとボリュームダウンした感じ、持続してくれるかなと思うので、絶対に温風当てた後に最後で冷風で締めるっていうことをやってください。で、最後にヘアオイル。ヘアオイルで、全体的にもうコーティングって感じですね。髪の毛をコーティングしてあげる。まあ、エナジー、雨とか降ってたりとか、ちょっと湿気がある時だったりとか。やっぱこう、オイルをちょっとつけてあげると、髪の毛表面に膜を張ってくれるので、ちょっとした湿気だったりとか、雨にも負けない感じになります。どちらかというと、こう、湿気で広がってきたりとか、またボリュームがアップしてきたりとかするんですけど、オイルだったりとかをつけることによって、だいぶそれも持続してくれるかなと思うんで。まあ、ベタベタにつける必要はないんですけど、軽く全体的につけてあげる。本当にこう広がりを収まるように。ベタベタにつけるとちょっとね、嫌だと思うので、本当に表面にちょっとサラッとついて、少しツヤが出るイメージですね。ツヤっとした感じになれば OK ですので、最後にオイルをつけるようにしてください。そして多分自分でやるときって後ろってすごく難しいと思うんですけど、やっぱりここって絶対ボリューム出てくるところなんで、あと鉢の部分と。なるべくもう後ろでやるっていうよりはちょっと前に髪の毛を持ってくる。ブラシで後ろから前に溶かして髪の毛をやってあげて、なるべく上からドライヤーを当ててあげる。さっきの方法で。やってあげると結構自然に収まってくれるかなと思うので、真後ろでやらなくていいです。もう本当に前にぐーっと持ってきて。で、そうすることによって結構根元も潰れるので。で、この状態でドライヤーを当ててあげると結構収まってくれるかなと思うので、後ろちょっと難しいんですけど、そういう風にしてちょっとボリュームダウンやってみてください。はい、こんな感じでやってみました。本当に応急処置の方法になります。で、今ドライヤーとブラシだけでやったんですけど、まあ、変な話、こういうブラシアイロンだったりとか、あと、まあ、くるくるドライヤーあるじゃないですか。で、こういうのとかでやる場合も、やっぱりこう、上から、絶対にこう、ブラシを通してあげる。根元を、こう、なんですかね、内側から入れてあげるのはやめてください。こうすることによって、ボリュームがすごく出てきます。で、内巻きに入りやすくなると、やっぱりボリュームが結構ふわっと出てくるので、なるべくボリュームを潰すような感じ。もう上からしか絶対ブラシを当てたらダメなので、上からブラシを当てるように。ブラシアイロンでもそうですね。絶対に上からしか当てないようにしてあげる。そうすることによって、ボリュームがしっかりと収まってくれるので、ぜひ、くるくるドライヤーだったりブラシアイロンをやるとき、で、ドライヤーとかでブラシとか、櫛でやるときも下からじゃなくて上から絶対入れるようにしてやってあげるとしっかりと収まりますので、ぜひやってみてください。で、本当にさっきも言ったんですけど、応急処置の方法で本当はカットしたりとかトリートメントしたりとか、結構そうすると全然変わってくるんですけど、やっぱり自宅でやるってなると結構なリスクというか、自分でこうすきばさみで切ったりとかして、変な話、切る場所を間違えると、すごくこう細かい髪の毛が出てきたりとか、パサついたりする原因にもなったりとか。で、トリートメントも、やっぱりある程度限界があるので、家でやるのは。
まあ、美容室で髪の毛の内部からしっかりと、補修していって、栄養分入れて表面をコーティングするのと、やっぱり自宅でやるのって、どちらかというと表面のコーティングが結構メインになってくるので、すごくボリュームが収まるかって言ったら、多分そこまではならないかなと。で、たくさんつけてもあんまり意味がないので、なので、まあ、できれば、まあ、こういうふうにちょっとドライヤーだったりとか、もうブローで抑える方法に、まあ、今やるのってなってしまうんですけど、多分この方法でやってあげるのが一番ベストかなと思います。なるべく早くね、美容院行けるのが一番いいんですけど、今本当にこうボリューム、広がってくるとか、ボリュームが出てくるって言って結構悩んでる方いらっしゃるかなと思うんですけど、ちょっとでもためになればいいかなと思って作らせてもらったので、よかったらやってみてください。また、やってほしいことあったらコメントください。できる限り作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた、皆さん、さよなら。Thank you.